XF8 バイト飛行する XF8 バイトから157,984号機 XF8 バイトはアメリカ合衆国のボーイング社がアメリカ海軍向けに開発した艦上戦闘機海軍以外でも試験が行われたがいずれも正式採用はされなかったボーイング社がアメリカ海軍向けに開発した機体進行、揚撃、急降下爆撃 雷撃、水平爆撃を可能とする5 n 1ボーマー計画による開発のため、環状戦闘機のうちでは大きな機体と長い航続距離となった。第二次世界大戦が終結したことによる海軍の需要源のため、正式採用や量産は行われなかった。アメリカ海軍は日本海軍の航空機が長距離性能を重視しており、アメリカ海軍の同種類の機体より、 航続距離が長かったことを有料し、それに対抗するために長距離の航続性能を持つ迎撃及び護衛戦闘機の開発使用を1943年に各航空メーカーに提示した。この仕様は最大速度時速 550km 以上、迎撃、護衛のほか、急降下爆撃機や来撃機として使用できることを求めるなど、かなり欲張ったものであった。 久しく艦上戦闘機を開発していなかったボーイング社では、この過酷な要求をクリアするため28機と3000馬力の大出力エンジンを搭載し、3羽二重反転プロペラを採用した万能機の設計案を提出し、1943年4月に XF8 バイトから1として試作機3機を受注した。 試作第1号機の初飛行は1944年11月27日に行われ、1945年3月に海軍へ引き渡された。第二次世界大戦中に完成したのはこの1機のみであり、残りの試作機2機は終戦後に完成した。速度性能や航続性能は優秀なものを示したが、大型の機体ゆえに運動性能では警戒性に、 火器戦闘機としては物足りないものだった。加えて、戦争の終結や XBT2D 等の新型探査攻撃機の開発に目処がついたため、本機の必要性は急速に薄れていった。このため、試作機3機の生産だけで本機はキャンセルされた。なお、陸軍航空軍でも海軍からレンタルする形で本機のテストを行ったが、正式採用はなされなかった。 XF8 バイトの機体外形は、オーソドックスな低翼単葉機で、大馬力機のエンジンに、前述の二重反転プロペラを装備することによって、プロペラの直径を小さくし、主脚柱を短くすることができた。主脚は90度回転して後方に折りたたむ、カーチス P-40 と同じ形態を採用した。主翼は、直線低パー翼で、外翼部分を髪型に折りたたむことができた。 コックピットは単座であり、累積型となっている。胴体仮面に爆弾層が設けられ、爆弾や航空魚雷を収納することができたほか、補助燃料タンクに換装することも可能だった。これだけの装備をした本機は、単発艦上戦闘機としては最大級の大きさの機体となった。当時主力だった、下位6階と比べてみると、 全幅は16.5メートルとの F6 階の13メートルよりかなり大きくなっている。また、機体重量は第二次世界大戦時に製作された単発戦闘機としては最も重い機体だった。ありがとうございます。